はい、ではですね、今日は、美文字になりたいなら数字を極めろということでですね、今日動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日はですね、なぜこういうテーマにしたかと言いますとですね、今までひらがな、それから漢字やってきましたけども、数字ですね、今日常で使うものといえばですね、ひらがな漢字の他にあと数字があります。数字はですね、携帯電話の番号とかを書く欄、ありますよね。そういった機会が多いかと思います。ですので、数字ですね。で、数字はですね、ひらがなよりもですね、文字が少ないです。0、1、2、3、4、5、6、7、8、9の、合計ですね、10個しか、形がないんですね。なので、これをですね、極める、以外はないということで、必ずですね、これでちょっとマスターしていきましょう。逆に言えばですね、数字を、うまく書くことができなければですね、携帯電話の番号、それからメモとかで数字を使う場面、そういった時にはですね、結構億劫になってしまって、うまく書けないので、これをですね、自信を今つけておくとですね、そういった場面に出くわした時に必ず役に立ちますので、ぜひこの場でマスターしましょう。はい。まずですね、結論から申し上げますと、数字をうまく書く方法、これはですね、数字を斜め右に書くんですね。そうすると字が、数字がですね、達筆に見えます。はい、ということで0から書いていきたいと思います。はい、まず0ですね。はい、そうですね、0。はい、次ですね、1ですね。1も斜めにいきます。このくらい斜めに書いていきますね。はい、で次2ですね。2のかっこいい書き方、これはですね、ひらがなのみとちょっと似てます。こうやってですね、ここ三角を作って折り曲げる、ここが一番、ライン低いですね。これ2はですね、今はちょっと覚えていただきます。覚えてください。はい、で次3ですね。3もですね、斜めに書くことを意識します。そして、3のですね、3はこうですね。でこの上の方をですね、ちょっとちっちゃく書く、それがですね、ポイントですね。はい、これですね、3です。はい、次4ですね。4はですね、斜めに書くんですけども、ここをですね、このライン、ここをですね、長くします。長くして、あとここをですね、最後の画ですね、一画、これをですね、長く斜めに書きますけども、一番長くこの上からですね、こういうふうにこう持っていきます。はい、そうするとうまく書けますね。これ4ですね。で次5いきます。5もですね、ちょっと特徴あります。こう斜めにですね、こう持ってきまして、ここちょっと下がりますね。はい、でこんなふうに出ます。でここですね、ここをピッと跳ねます。これが5のかっこいい感じですね。ここピッと出すことを覚えてください。で次6いきます。6はですね、上のこの線がちょっと長めですね。で全体的に斜めに倒した感じですね。はい、これ6ですね。はい、ここは角度がつきすぎて三角にならないように注意してください。で次7ですね。7もかっこいい書き方、ここですね、ちょっと線入れてちょっと上に戻します。でここ横入れて、次ですね、こう一番長いですね、こう7。はい、で次8ですね。8、この辺もちょっと斜めに書く意識ですね。はい、8で9ですね。9は6の逆ですけども、はい、こう三角になりすぎないように注意しましょう。はい、でこの0、1、2、3、4、5、6、7、8、9ですね。はい、で、0とか1はですね、結構簡単だと思います。0はですね、斜めにただすればいいだけなんですけども、1はですね、これ速さが特徴ですね。ピッという速さ、この速さですね、いつも羽とかでやってるこの羽、速さですね、これが結構いますので、これを注意してください。で2はですね、これちょっと今覚えてください。2はですね、普通にこういうふうにこう書く方もいらっしゃいますけども、この書き方がですね、多分かっこいいと思います。
で、3はですね、ちょっと書きやすいかと思います。4もですね、このラインが一番長いので、この縦線ですね、斜めの線が一番長い注意しましょう。で、5ですね、斜めにしがちで、ここ、ピッとここですね。はい。で、6もいいかと思いますけども、7ですね。7がちょっと難しいですよね。7、あんまりここ出しすぎるとですね、分かりにくいですけども、7のかっこいい書き方ですね。はい。こうやって斜めに入れてですね、ちょっと戻る感じですね。戻る感じで、ちょっとこう角を入れる感じで、こう斜めにいきますね。はい。こんな感じですね。で、基本的に全部ですね、こう斜めにこう倒れてると思います。こうですね。はい。で、こういう風に書くとですね、かっこよく見えますので、この書き方をですね、ぜひ今ですね、この瞬間に覚えてください。はい、そうすることでですね、携帯電話の番号とかがかなり書きやすくなると思います。ちょっと上に書いてみますね。例えば0で9ですね。9 0、もう感じですね。はい、こういう風にですね、数字を今マスターするだけで、こういった、携帯電話のですね、あの番号を書くときとか結構機械的にあると思いますけども、その機会はですね、結構楽しくなりますので、ぜひですね、この機会に、数字を書き方、かっこいい書き方をマスターしましょう。はい、ではですね、今日は数字のかっこいい書き方について、勉強してみました。また次回、次の動画で会いましょう。ありがとうございました。